今度は長屋がおお速射砲だ。おお、そして後頭部に円髄一発決めておいて抱え上げていく。デスバレーを早くも狙おうというのか、これはちょっとまだタイミング早かったですね。おっと、まだまだ、おお余裕があるのか。おお、ギオチンですか。さあ、おっとホールに行かずに腕を決めていきます。さあ、サブミッションの攻防と送っていくんでしょうか。ホットパンツですね。さあ、ヤスカもやはり、おっとサソリ起きて破りと言いましょうか。まあでもクラッシュの頃アスカ先生、アスカ先生もやってますからねクラッシュの代名詞というこのサソリと言っていいでしょう。さあ、ステップオーバーしたらがっちりと入りそうな、しかもリングポジションはなかなかいいところであります、ですね、うん、しかしじりじりとなんとかなんとかステップオーバーを阻止しようという流れを、力が入る、おっとここでがっちりと重い腰を、そのシンクのコスチュームに染め抜かれたこの長代の腰にドスンと乗せました。しかしサードロープエスケープ。さあ加藤、さあ、おさっきやられたんでちょっとお返しとこいと、あいや、一発ここで引いちゃダメです ねちょっとここでひるんじゃいけませんよ。さあ、ニュートラルコーナー、さあ頑張れ加藤、さらに、おお、ブロッキング、これはいいぞ。さあ顔面へと、あっと、これは掴まれて、ドラゴンスクリュー、目の覚めるようなと言っていいでしょうか、さあ、おお、アスカがフォローに入っていく。さあ、アスカとこの加藤、まあ、あの しばし共同戦線張ってますんで、やや格枠といいましょうか、そういったものも出てきました。加藤とアスカです。うわー、トラリアット、コンビネーション側の方がいいですね。いいですね、うん、おっとホールはあえていきません。さあ、前に落としていく加藤、まあ、SSU というかアスカ選手たちの方は、はい、いわゆるチームプレーがほとんど出てないんですよね。あの瀬山さんがおっしゃった通りですね、あの本当に 2-2 というかね、2人でこうカットプレーも、タッチもただタッチしてるだけ、そうなんですよね。カットプレーが本当に必ず2人になってくるね。さあ、里村に対して復活ののろしを上げるか、加藤その子、うわ、里村もそう簡単に、おお、今の牌をスウェーして返し、かわしていく里村、まあこの辺りの運動神経恐るべし。さあ、しかしここはうまくまた飛鳥がフォローに入る。さあ、あとコンヒーローですかね。そうですね、おーっと重量感たっぷり、あ、かかとのあたりも当たりましたか、はい、さあリング中央とカウント2です。さあ、ここで三田ですね、はい、これもタッチというよりもね、タッチというよりもね、何かもう三田が次入りますよって決めてたような状況ですから、さあニュートラルコーナー、あー、今度はラスカチョ対ということになりますね、この2人。さあ、椅子が出てきました。三田が大長身で、なおかつセカンドロープから、これは危ないぞ、里村といえどもここは、うわ、崩れたか、いや、しかし嬉しいか、嬉しいか、里村選手ならではですよね。いや、あの体勢から腕を取るという、まあ、もちろん脅されますからね、あの自分にもダメージ当然あるんですけどね、だから落ちた瞬間腕がギュッと決まる、ギュッと決まるという。さあ、おーっと、これぞ起きて破りかで、座りを狙ったんですが、このアブブリカはどうですか、ちょっと慎重さ的には、ちょっと慎重さがありすぎますね、やっぱりちょっと効かないか、あーっと椅子が絶妙のタイミングで出てきます。さあ、ラスカチョ対里村、ここはうまくちょっと見えて、来るぞ来るぞって感じの、いや、なんかね、あの振り上げてね、勢いが強かったんで、こういう時大体外すんですよね、下田選手経験してくるね、さあ、この誤爆をうまく里村としては、うわー、ブレイジング、まさに交通事故のように里村の体がモンドリューって倒れてしまう。うわー、三田はしかしやっぱり強いですね、ですね、おっと、やっぱりああいう流れを一発で変える、その飛び道具っていうんですか、持ってる選手は強いですね、強いですね。下田選手、美容院行ったら髪切られすぎたらしいんですけどね、あ、本当だ、ちょっとあのミドルになってる、はい、なるほど、
わー、エルボスマッシュ。おー、後輩はかわしていく。おー、おっ、その子が、あ、今なんか椅子が肩に当たっちゃいましたね。この辺りのコンビネーションがね、気にしてなかったみたいですね、存在を、はい、加藤としては良かれと思ってのフォローだったんですけれども、さあ、あっと捕まっちゃっ、おお、このエルボースマッシュはいいタイミングで入っていく。さあ、ちょっと仕事がひるんだか、なんか本当に顎がガッキリとなって、そのあと分かんなくなるらしいですね。なるほどね。おーっと、カウンターでエンズイに一発、さらに山田さん独特のバックドロップ速射砲です。さあ、2連発さらにいくか。3連発へそ投げ、低空ですが非常に的確に相手を、はい、相手の後頭部を打ちつけていくという。さあ、4連発いきました。まあ、いわゆるテーズ式ですか、ちょっとブレッジは低いんですが、そうですね、相手は非常に急角度で落としていくという、はい、さあ、これはどうか。カウント 2.6 といったところでしょうかね。さあ、下田がちょっとブロッキー、おーっと、ここはチャンスか、ここはチャンスか、あー、下田が復活している。あ、気づくとリング上にはラスカチョーラスの2人。さあ、得意のパターンでしょうか、ですね、グランダイブ、さらにはトペを決めていこうというラスカチョ独壇場ということになるんでしょうか。さあ、ここからスワンダイブトペ、コンヒーローは見事ヒットですね、さあ、今度は巨漢が飛んでいく、巨漢が飛んでいく、うおー、横に投げ倒しという、なんかチームプレーらしいチームプレー出ましたね、はい、あ、ちゃんと加藤が抑えててね、はい、さあ、回転かかと落としですか、いきますかね。あ、これはちょっと時間を間合いを計りすぎましたか、背中にブレイジングちょっと、おー、かかと落とし、おっと、これはどうか、これはいったぞ、どうだ、うん、タイミングは良かったんですが、カウント 2.5。 さあ、アスカ満を持してという感じですが、おー、これはうまい、腕を払っていって、わー、しげりだがハイキック、今すごい音がしました、ね、パコンという音がしましたが、おー、これはうまいぞ、二段蹴りで顔面をヒット。さらにカオルが最上段、あー、これはちょっとね、うん、よく見ていたアスカを褒めるべきでしょうか、ジャイアントスイングですか、おお、はあ、ジャイアントスイング、腹筋で張り切で返していくという、アスカ選手重いですからね。さあ、やカオルが強引にアスカを持ち上げていこうというところですが、おっと、さあ、これをラリアットもかわしてバックを取るが、カオルもここいらあたりでね、こうアスカを食うぐらいにならないと、ワイヤーの前拳はまだまだ、この辺はカオル選手ならではですね、ならではなんですが、さあ、これは指定誤爆、さらにバックを取って、おーっと、これは綺麗に、これは綺麗にブリッジ、カウント 2.8。 さあ、カオルがここから一気に畳みかけたいところでありますが、ちょっともう全然ラスカチョがなんかこうカットに出る雰囲気がないですね、動きが全然ないですね。あ、それによって逆に長代、あるいは山田が戸惑っているような、ちょっとあれっていう感じじゃないですか、ちょっと戸惑ってますね。それとも何か言いましたか、あーっと、ムーンサルトはこれは、まんまと待ち受けられてしまいました。おーっと、ラスカチョやる気なしか、ちょっと全然、あ、何かあれですね、試合を見る、このスタンスと言いましょうか、姿勢に覇気がないと言いましょうかね、おーっと、どうしたんでしょうか。さあ、こうなってきますとアスカの机攻撃で、たまたまなのか、ちょっと、あー、おっと、こういうのも結局、控えてる選手が抑えなきゃいかんわけですよね。あー、なるほど、おー、この浦間ラナを、今ちらっと映った長山表情から伺いますとですね、出る雰囲気はないと思うカットをこう阻止しようという長代が拍子抜けしているようなね、そんな表情ですよ。さあ、おーっと、メリットいったぞ、おお、坂間茂り、でも相変わらずキレが素晴らしい。さあ、そして、うわこれはカオルにとってはこれ事実上今4対2であったんですよね。2ですか、あ、確かにラスカチョは回っ
全くフリーバードボム、はい、おっとこれはどうか、カウント 2.9 危ないぞ、カウルがややグロッキーだが、しかしこれ4対2という、いやこれ加藤選手一人ではもうなってますから、これもカット入られるでしょ、ね、あこれ決まらないですよね、おっとだってもうさすがにアスカが今ね、たまらず何かラスカチョに対して罵声は見せました。ああどうやらこれ。これ無理ですよ、一人で3人抑えるなんてね。そりゃそうですよね。おっと、もうこれ実はカオルはちょっと虫の息という状況が続いているんですけれども、当然これもね、ああなんと加藤を投げつけてカットに入るという。あっとラスカチョはこれどういう。これ職務懈怠ですね。ははー。ヘラヘラ笑ってますよ。こんなことですよ、一般の。あの企業のサラリーマンがやろうもんリストラですね、これ即クビでしょう、これ、今の中なんということでしょうか、これで変わられちゃいましたね、おっとさあ、かかえ、おお、トーバヘッドガードしました、ガードしましたか、はい、さあ、青と赤、どっちが制するか、さあ、ドラゴン、これはいいぞ、いいぞ、と、カウント 2.9 これ、加藤選手としては自分の行動をね、はい、の正しさ、思いを、これ、アピールするために勝ちたいでしょうし、里村選手も意地ありますからね、うん、さあ加藤としては非常に今劣勢です、おっと師匠譲りのね直伝坂間茂からさあぐるぐる回してクーロンズゲート、これは完璧にヒットした、これはどうか、一人じゃ無理ですよ、無理でしょうね、これ完全にだもうこれ瞬間的なあのギブアップ技とかじゃないと無理ですよ、試合放棄と言っていいですかね、いやこれあのうわーデスバレー、これは大の字加藤その子、あこれ決まっちゃったかな、決まりましたね、はあいやいやいや、あの 9.15 横浜文化体育館から1週間というこの後楽園ホール大会のメインイベント、またしても何かこの、まあ、キャンバスはガヤに戻ったんですけれど も, これもこのただ、アスカ選手としてはこれおリングの勢力図はまたしてもちょっとこの予断を許さない状況になっています、はあどういうことなんだと詰め寄るアスカですが、お前がな10押し負けるわけないんだよ、今三田がお前が長屋に負けたのがいけないと、だから加藤なんか入れられるようなカードを組まれたんだ、組まれたんだと、なんで加藤入ってもらえんだし、やるなお前、確かスーパースタージュニットっていうのはな、なんだよ、ラスカスがいるから SSU っていうの忘れたのかお前、闇ですね何を言ってるんだって気持ちじゃないですか、でもアスカとしては一個教えてやるよ、スーパースタースイートはライブサスカのためにあるんだよ、いやしかしというかですね、まあ、ラスカトとしてはアスカに対して見下り判定を突きつけた形 で、まあ、ラスカチョ単体で、まあ、この先やっていくとしてもやっていくのか、いやこれアスカとしてはね完全にこのボールを引っ掛けられて、去り際を完全にこう後ろ足で砂を引っ掛けられて去っていかれるというですね、通常的なこの SSU 分裂と解体ですかね、これいやいや、しかしあのおっとおぉだけどお前はよ SSU のホームでいるかもしれないけど、そういう器じゃなかったんだよ、
長谷選手も怒ってますね。じゃあ今度のマイク実に辛辣。いや、さらに北斗の追い打ちをかけます。いやはこれはね、アスカが完全に孤立した形になってしまいました。それにしても、まあ、SSU 結成当初から、まあ、一番岩とはとても言えないような状況ではあったんですけれども、やっぱこれ、あ、ちょっと待ってください。えここで握手の可能性もあるんじゃないですか。あ、逆にね、あ、何か言葉を交わしたんですが、いや、それにしてもまた複雑怪奇なこの勢力図とこういうことになっていくんですが、いずれにしてもこれアスカは完全に孤立して、まあ加藤選手と2人でやっていくということですね。ということですかね。そして SSU というのはこれおそらくもう今後消滅、消滅ですと言ってよろしいですかね。いや、大変なことになってきました。